お邪魔します、おじさま。すみません、ご無理言って。構いやしねえよ、ガラガラだしな。で、それが作ったやつか。プロの方から率直なご意見を伺いたくて。見してみな。あ、正直見た目も味も売り物にはならねえな。そうですか。けどこんな都会の、それも屋上高でここまで育てたのは大したもんだ。光栄です。でもうまくはねえけど、なんか気持ちがシャキッとするんだよ。薬の苦味も時にはいいってのと似てるな。元は家にあった苗で、お店に出す品種の採用コンペに漏れたものなんです。意外と珍しい種類なのかしら。ありがとうございます、おじさま。参考にしますね。確かに私も食べてみて思った。おじさまが元気が出るって言ったこと、わかる気がする。うん、嬉しい。こんなこと怪盗団とはつながらないって思ってたのに、私が得意って言えることなんてこのくらいだから。そんな、私がやりたいことなのに。あ、だったら時々相談に乗って取引成立ね。なんだか怪盗っぽい。私頑張ってみるね。君たち、ある大企業に探りを入れていたそうね。社屋に侵入した可能性さえあるとか。コネでもあったのかしらね。話しなさい。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、女帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。でも確かに味はあんまり良くなかったな。ありがとう。
いいか？ナナ。なるほど。そうや。若葉の命日は毎年やってたが、会いに来るのは久しぶりだな。店が忙しくてなかなか来れなくて。いや、罪悪感で来れなかったんだ。若葉に怒られる気がしてよ。けどやっと胸張って若葉に顔向けできたよ。双葉の顔も見せてやれた。ずいぶん待たせちまったが、ちゃんと双葉と向き合えたって報告してきた。ああ、それとお前のことも紹介しといたぞ。バカ、礼を言うな、こっちだ。そういや、揃って顔を合わせるのは今日が初めてになるんだな。宗次郎、なんで半笑い？これは心から笑ってんだよ。うん、その顔好き。ああ、そうだ、報告しとくよ。火災から電話が来てな。双葉の叔父が訴えを取り下げたらしい。お前なんだろ。
あいつもいつか嫁に行く日が来んのかね。 あいつ将来絶対いい女になるぞ。なんてったって若葉の娘だからな。たく、娘を持つ父親ってな、こんな気苦労してんのかよ。店を手伝わせるだけのつもりがよ、守るべき家族があったことまで気づかせてくれやがった双葉と、それとお前な。頼りになんねえかもしれねえけど、何かあったら遠慮せずに言えよ。そん時はお前の力になる、家族として。あとはそうだな、俺の教えられること全部教えてやる。もうお前は一人前だ。まだまだ恩を返すには足りねえが、俺にできんのはそんくらいだ。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、法王の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。あとは言っとくが、双葉とそんなんとかできれば勘弁してくれな。お前にお父さんとか呼ばれるのは想像ができ。まあでもお前なら。さっきから何話してんの？何でもねえよ。お腹すいた。カレー。はいはい、帰るか。そういえば、だから
いや、じゃあ、あっちで。あのさ、
ごめんなさい。また今度。よし。おしまい。ああ、帰ったか。ナナ。
やれやれ。どんなご用だい？いらっしゃい。
こんなところか。遊びに来な。お？
おはよう。そういえば、困りましたね。これだ。やりますね。なるほど。一緒の電車だったんだね。春、偶然ね。今ちょうど春のこと考えてたの。私のこと？うん、これからの戦い、前以上に厳しくなるかもしれないでしょ。だから何か新しいやり方を見つけられないかって考えてたの。それで一応思いついたんだけど、春にも協力してほしいなって。私？うん、私でいいなら協力させて。ありがとう。それでやり方は？まこちゃん、なんか冷静に考えたらとんでもないことを言おうとしてる気がしてきた。大丈夫だよ。それに
まこちゃんが考えたものだもん。きっとみんなの役にも立てると思う。そう言ってくれると助かるわ。ね、どうかな。すっごい素敵だと思う。ぜひやらせて。あ、ありがとう。それじゃあよろしくね。うん、任せて。でもまこちゃんって結構大胆なこと考えるんだね。そういうとこすごい憧れちゃう。憧れ？ちょっと複雑なような気もするけど、ありがとね。こんなに素敵なんだからきっと星さんも叶えてくれるよ。今はここをアジトにしてるんだね。いいから始めんぞ。強制捜査は11月20日、これが今回のタイムリミットね。強制捜査が早まる可能性は？おそらくないだろうね。なぜそう言える？早く俺たちを捕まえたいんじゃなかったか？腐っても組織だからね。それなりの手順は踏まないとことは進められない。よほど切羽詰まった状況じゃない限り、状況証拠だけで踏み込むことはしないさ。さすが探偵、内部事情に詳しいな。頼もしい限りだね。ギブアンドテイクだよ。僕は怪盗団の内部事情を手に入れたんだ。お互いフェアに行きたいからね。向こうが何か変な動きをしたらすぐに連絡させてもらうから。そうしてくれると助かるわ。よし、あれ、ごゆっくりどうぞ。
何か用ですか？ありがとうございます。何か用ですか？やるか。